ちは。こんにちは。さあ、お、始まるな。始まりますよ、ね、6月19日から、はい、はい、始まりますけれども、まあ、その前に、はい、まあ今年、うん、ルーキーたち、うん、まあ、たくさんいますけれども、なんか活躍できそうな豊さんがちょっとこうポイントとするようなルーキーたちっています？まあそれまでのさ、まあ、例えばデータがないから、はい、だからやっぱ初見っていうことになると活躍しやすいよね。活躍できるやつは実力があるということ、はい、初見で打たれないっていうのは何か特徴があるということ。そうですよね。例えばまっすぐな走りが良かったりだとか、うんうんうん、変化球でも特徴ある変化球を持ってるとかね、はい、まあ、そういうのがまあ条件にはなってくる、うん、こうまとまっててほんわりしてるやつは打たれる、うん、つまりこう無難な感じのことですよね。そう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 、だからまあそういう意味では代表的なのは、まあ、ロッテの佐々木朗希、うん、でセ・リーグで言えば広島の森下、はい、まあ、ここら辺はなんかこう期待するよね、うん、じゃあまずその佐々木朗希投手からなんですけど、どういったところがこう武器というか。いや、 やっぱ早いよ球がそれは紅白戦でも160キロ出すぐらいのポテンシャルがあるわけだから、はい、これが公式戦になって、うん、もう一つ力を入れ出したら160をはるかに超えてくるよね、多分。あれ、その、まあ、高卒ルーキーですけれども、現役の選手でもなかなかどうですか、打てなさそうですか。それ160キロって今まで数人投げた人間がいるけどさ、はい、まあ、大谷翔平とかも、うん、でももう未知の速さだもんね、うん、打者からすると、はい、だからそれはやっぱ武器になるよ。あと豊さんがその佐々木朗希として、まあ、インタビューもされてますけど、 あとはそのブルペンでの見たときに、うん、そのコントロールっていう意味ではどうなんですか。コントロールはまだまだだな。あ、でもやっぱりこう力で抑えられるだけのボールに迫力はあるよね、はい、だからそういう意味ではすごく期待したいし、うん、まあ、どのぐらいの活躍をするのかね、見てみたいよね。もう即一軍スタートですか。いやー、ロッテの考え方だな井口監督、うん、どういうふうに使うんですかね。だからまあ例えばオールスター明けぐらいから使おうかなって思ってたのかもわからないし、はい、いやいや力があるんだったら最初から使いたいというね、うん、酷使はしないで、うん、使いたいっていう腹積もりもあるかもわからないけど、うん、俺は使ってほしいけどね。やっぱり人ってさ、うん、環境で育つじゃない、はい、だから2軍で育てようと思っても、うん、なかなかいい結果があのぐらいのクラスじゃ出ないような気がするんだよね。やっぱ高いレベルで、はい、高い環境で育てた方が、うん、俺は佐々木はいいと思うけどね。その逆に2軍にいた方が2軍の環境に慣れてしまうから。まあ慣れるほどでもないけど、はい、多分そこまでは置いてないと思うけど、うん、やっぱできるだけ早く2軍に置くんであれば、うん、でも1軍だったらもういいところで使ってほしいよね、はい、でやっぱりコロナで開幕も遅れて試合数も減ってるっていう中で、どういう使い方ですか。もうその先発のローテの一角になってくるのか、例えばその抑えからとか、ちょっと中継ぎで始まってとか、どういうふうに豊さん。やっぱ俺は先発使いたいよね。あ、先発で、うん、そりゃやっぱ先発型だよ。そうなんですね、うん、抑えとか。いや、抑えもできるよ、あれだけの速さがあったら、はい、まあどこでもオールマイティにできる、うん、ただやっぱ先発の軸として育ててほしいよね、うんうん。そのあたりだから井口監督がどういうふうな使い方をするのかもちょっと注目だな。注目ですよね、はいはい、あと他に挙げると森下ね、広島の、はい、まあ、明治大学から、はい、まあ、大学ナンバーワンとして入ったけど、うん、はい、まあ、特徴的なのはやっぱこう縦割れのカーブなんだよね、うんうん、だから今監督やってる笹岡のに似てるんだよ、すごく。だから組み立てとすれば笹岡監督みたいな組み立てでいけば、はい、勝てるようなピッチャーなんだよ、うんうん。で球も速いしさ、はい、ただ俺若干ね、うん、まだオープン戦の時期、はい、3月、うん、ちょっと見たんだけどカーブを投げるときちょっと体が緩むんだよね。緩むっていうのは、はい、遅いボールだから体も遅くなっちゃう、はい、まっすぐのときはパンと行くんだけどカーブのときちょっと緩んでたんだよね、うん、それはね打者は見抜くんだよ、うん、あ、だからそのカーブが使えないと、はい、彼は苦しいだろうし、だからこのコロナの2ヶ月間、はい、そういうところが修正できてれば、うん、俺は勝てると思う。結構前評判もやっぱりいいですし、まあ、最初から腐さないよ。そうですよね。そんなもん一球打たれてもプロとして投げてないのに、そんなやつあいつはダメだなんて言うやつはいないよ。でももう開幕ローテ入り決定だみたいな。あ、まあ決定だろうね。まあそのぐらいのポテンシャルを持ってるんだ、うん、ただし、はい、あのカーブが有効的に
決まらなければ苦しむ、はい、あじゃあそこをどう修正してくるかっていう修正するか、はい、あの三浦大輔っていうピッチャーがいてね、はい、であいつもそういう同じようなカーブを持ってたのね。でそのカーブがあるがために他のボールも生きてきてるんだけど、はい、あのカーブが全く決まらなければ決まらなければ三浦大輔もあそこまでのピッチャーになってないと。コントロールも良かったしね、三浦はね、はい、ただその緩急という意味ではあのカーブっていうのはすごく有効的だったんです、うん、でも森下もそのカーブ同じようなカーブを投げるから、はい、だからそこがバレなければ、うん、打者から、うん、あ遅くなったカーブだっていうのが分からなければ、はい、それは勝てる。もうそこですね。じゃあ俺ポイントはそこだと。だからそこら辺が修正できてればいいなっていうふうに思うな、うん、はい。では他には坂本、DeNA の坂本雄也選手、ね、はい、立命館。これは立命館から入って、はい、まあ、東の後輩になるんだけど、はい、ただその横浜の歴代のさ、はい、左ピッチャーって、はい、まあ、石田、今永、浜口、東ってずっと続いてきてるんだよね、はい、でそれぞれ10勝したのかな、うんうん、ルーキーの年に。でもそこまでどうかなって思うね。あ、この坂本選手がそこまで、うん、いいものは持ってるよ。いいものは持ってるけど、歴代のこう続いてる左腕のピッチャーのポテンシャルから比べるとどうなんだろうなって、なんか投げてみなきゃちょっとわからないっていう部分もあるよね、うん、でも一つ波に乗ると、はい、東がみたいにパパパーンと勝てるから。あとは楽天の小深田、あ、はい、ショート、大阪ガスから、はい、これはやっぱりいいよね。いいですか。センターラインで使おうとしてるわけでしょ、はい、でミキっていう監督もやっぱセンターラインを守ってた人だから、うんうん、だからそれなりのものはないと守らせないよね、はい、でもそういうものを見つけてんじゃないの、ミキ監督も、うんうん、だからこれは昨年阪神で活躍した近本、はい、まあ、外野手だけどね、まあ、それに近いような活躍ができてくれればすごく面白くなるよね、楽天も、まあね、この小深田選手は野手ですけれども、この選手もじゃあどうですか、一軍。いや、一軍にはいると思う。いますか。ああ、いると思う。どっかで出てくるっていう、まあ、どっかというスタートするかもわからないよね。あ、もう開幕からじゃあ、まあ、もぎとの兼ね合いがあるけどさ、うん、もちろん、はい、うん、だから、まあ、そこら辺に競り勝つかどうか、あ、まあ、もぎもいい選手だからね、はい、まあ、なかなかこう牙城っていうのは崩れないとは思うけど、はい、だけどなんか見てみたい選手の一人だよね。そうですよね、うん、あと阪神西純也選手もいますけど、創志学院、はい、これはね、腕の振りと投げっぷりがいいんだよね。なんかね、勝負に対してはキップがいい、うんうん、えいやっていうような感じだけど、でも若いうちってそういうことがすごく大切だから、はい、だからそこら辺のその気持ちを見てみたいな、マウンドで、あ、おりゃーみたいな、その投手っぷりがフォームに出てるってことですね。甲子園でガッツポーズして怒られるやつも珍しいでしょ、うん、なかなかうわーって、だからそれだけもモチベーションが高いんだよ、うん、投げてて。じゃあこじんまりまとまってほしくないですね。ああ、そりゃそうだ、うん、だからそういう意味では西とかも早く見たい選手の一人だよね、うん、今ね、だからプロはガッツポーズしてもいいから。あ、そうですよね。だからどのぐらいのガッツポーズするか見てみたい。いや、本当によ。そうです。じゃあ西選手の場合はどう、ね、ガッツポーズが見られるかどうかっていうところですけれども ね。でもまずは言えばやっぱ佐々木朗希であったりだとか、はい、森下がどういう活躍をするか、うん、やっぱパリーグでは佐々木、うん、セリーグでは森下、まあ、こういうところに注目はしてるけどね、俺はね。まあね、そうだからこう何名か選手名前上がりましたけども、豊さんの中でやっぱ森下選手、佐々木選手がそれぞれセパ、まあ、なんかこう新人王レースの軸になっていくのかな、まあ、パリーグで言えば小深田もそうだけどね、はい、うん、だけど、うん、まあ、それが軸になって新人はこう動き出すのかなっていうような、うん、でスタートダッシュが良ければ、スタートがうまく切れれば坂本なんかもチャンスがあるだろうし、はい、なんか楽しみな選手の一人だよね。そうですね、うん、まあ、西とかもそうだけどね。じゃあね、今年やっぱルーキーの選手、まあ、毎年そうですけど、うん、いろんな注目選手ってやっぱりいますね。いや、毎年いるんだ。毎年いますけど、毎年この時期はけなさないから、まずけなさないから最初から何もしてないやつけなすやついるかも。でどのぐらいから豊さんは見抜き始めた。まあ1年ぐらい経ってからな。あ、じゃあ、まあ、見抜くとか見抜かないというよりも言われ出すの、うん、あ、じゃあ今シーズン終わりあったり来年
あたりから、まあ、ボロカス言われてる選手もいるかも。もう言われないようにあげた選手たちはなんかねすごい頑張ってます。まあ、言わないけどね、うん、言わないけどみんな活躍を願ってるけどね、はい、うん、まあ、プロの壁をすんなり越えていくやつとか、はい、壁にぶち当たって跳ね返されるやつとか、うん、まあ、みんないると思うけどもね、まあ、それぞれの活躍を期待してますよ。はい、ね、はい。